ジーン・カルロス・エイリケ・セグラは、ドミニカ共和国産、フアン州出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称は、エルマンボ。2007年、ロサンゼルス・エンゼルスとアマチュア・フリーエージェントで契約を結んだ。入団当初は二類種で、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・エンゼルスで、プロとしてのキャリアをスタートさせた。3年連続で、 ルーキー級でプレーするなどなかなか昇格できなかったが A 級インランドエンパイアシックスシクサーズ時代の2011年に遊撃手に転校するとオフの11月18日には40人枠に加えられた2012年7月24日トリプル A 級を飛び級してカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たしたエンゼルスで1試合に出場したのみだった ミルウォーキーブルワーズ時代2012年7月27日にザック・グレイン・キートのトレードでジョニー・ヘルウェグ、アリエル・ペーニャと共にミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2013年は遊撃手のレギュラーとして開幕戦のスターティングメンバー入りを果たした。開幕から好調でオールスターにも選ばれた。打撃面では打率。294、12本塁打、49打点。 リーグ2となる44投塁、出塁率、329を記録し、守備面では、ザープラス3.7、デフプラス10.1、DRS プラス3と、攻守で好成績を残した。2014年は146試合に出場し、打率は、キャリアワーストとなる。246、5本塁打、31打点、20投塁、出塁率、289と、 打撃面では前年から大きく数字を落とした。守備面ではザーマイナス3.0、デフプラス3.4、DRS プラス2を記録した。2015年は142試合に出場し、打撃面では打率、257、6本塁打、50打点、20盗塁、出塁率、281を記録し、守備面ではザーマイナス2.1、 デフプラス4.3、DRS マイナス3と結果を残せなかった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2016年1月31日に、アーロンヒル、チェイス・アンダーソン、イーサン・ディアスとのトレードで、タイラー・ワグナーと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。同シーズンは二類一種のレギュラーとして起用された。過去2年の打撃不振から立ち直り、153試合で打率。 319、20本類が64打点、リーグ5位となる33盗塁、失礼率368を記録し、ナショナルリーグトップの203アンダとキャリアハイの成績を収めた。守備面では、ザーマイナス2.2、デフマイナス0.2、DRS プラスマイナス0を記録した。シアトルマリナーズ時代2016年11月23日に、タイフアンウォーカー、 ケーテル・マルテとのトレードで、ザック、カーティス、ミッチ・ハニガーと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2017年開幕前の3月2日に怪我で、辞退したハンリー・ラミレスの代替選手として、第4回ワールド・ベースボール・クラシックのドミニカ共和国代表に選出された。6月7日に、マリナーズと2018年シーズンから5年総額7000万ドルで契約を延長したことが発表された。 オプションとして全球団トレード拒否権が含まれており、2023年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際には100万ドルが球団から支払われる。シーズンでは2年ぶりに遊撃手に復帰し、125試合に出場して打率、311本打四45打点、22盗塁、出塁率、349を記録した。 しかし、守備面では、ザーマイナス3.7、デフプラス1.9、DRS マイナス3を記録した。2018年は144試合に出場して、打率、304,10本塁打、63打点、20盗塁、出塁率、341を記録し、守備面では、ザープラス0.7、デフプラス7.3、DRS プラス5と、攻守で、 安定感を発揮した。2018年12月3日に、カルロス・サンタナ、JP ・クロフォードとのトレードで、フ安ン2カをジェームズ・パゾスと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。前年に結んだ契約には、全球団トレード拒否権が含まれていたが、セグラ自身がその権利を放棄し、その対価として、マリナーズから100万ドルを受け取った。また、 マリナーズとの契約が残り4年総額6040万ドル残っていたがフィリーズ側が全額支払うことで合意した。2019年は144試合に出場し、打率280、12本塁打、60打点、10盗塁、出塁率323を記録したが3年連続で達成していた打率3割が途切れ。 6年連続で記録していた20、投類が途切れた。また守備では、ザーマイナス1.3、デフプラス5.0、DRS マイナスも、自己最多となる20失策と講手で制裁を書いた。2020年は、ニューヨークヤンキースから移籍してきたディディ・グレゴリウスを、声優劇種に固定させることから三類種へ、コンバートされた。ありがとうございます。